な、ついにアポロクロイスに帰ってきましたよ。見て、懐かしのピノも久しぶりだよ。いやー、豊かで平和な町、アポロクロイス城下町。うわー、みんな元気？どこから回ろうかね。これは王子様、なんだか急にたくましくなられたような。そりゃそうですよ。うわー、嬉しい。みんなみんな。え、どうやって回ろうかな、悩んでしまうな。やはりお客さんはいらっしゃいません。王子様がお使いになるようなベッドでも入れてみようかな。そうだね、ピノンならなんか泊まりに来てくれそうな気がするよね。いや、めちゃくちゃ嬉しいわ。もうあのポポロクロイスのこう街をうろうろしてんの私ほんと好きですからね。いやなんか 2D のポポロクロイスもいいけど、この 3D のポポロクロイスも私はこう探索しててすごく楽しかったんですけど、本当にずっと思うんですけど、続編出してほしいですよね。本当に何もいないかもしれない。昨日世代でも、やっぱりロードとさ戦闘なんとかすれば楽しいと思うんですよね。ドキドキ、なんだかもうすぐ出会える予感。一体どんなお方なのかしら、ワクワク。私線が、視線の正体は、あー久々だ、ここもいい匂いがしてきそう。うまい、簡潔に伝達するとこうなります。短すぎですか。では補足しますね。やばいやばい、長い。え、いらない、そうですか。あれだね、でも短く言えるようになりましたね、ここの人。シンさんの息子さんも頑張っているようだけど、この領域には届かないでしょうね。ああ、息子もその様子見たいですね。いつの間にか焦がしてしまったんですが、どうしてしまったのか自分でも分かりません。あ、そっか、石化してたからか。うはー、くー、やめられない、止まらない、いくらでも飲めちゃうわ、これ。飲みに来てる人もいるけど、なかなか来ない料理よりもあの子のことの方が気になってきちゃった。あんなところに一人で何をしているのかしらね。この二人が出会う日は来るんかな。あ、目が合っちゃった。まさか外の子も女の子が見てるとは思わないよね。おしゃれな雰囲気だな、ここ。あー、もう起こさないでくれたまえ。頭が痛いが飲み続けてしまう。酒は百薬の長。
真相回転したら君にも一杯おごるよ。特製ミックスジュースね。ありがとうございます。ジュース美味しそうだね。おっと王子様、私はサボっているわけではないのですよ。お酒が人体に及ぼす影響を研究して一冊の本にしようと思っていたのです。そしてついに分かりました。おお、お酒を飲むと気持ちいい、これが全てです。このしょうもなさがね、いやあのね、もう懐かしさですよ、このしょうもなさが。私はポポロクロシにこれを求めてました。いや安心しますね、ああいう人がいると。めちゃくちゃ安心するわ。どうやって回ったっけ私今まで。左側、右側に行こうか。エレナ様ですか。エレナ様なら、あ、そうそう上にいるんで最後に行こうと思います。王子様なんだか大きくなったかね。ますます王子様に似てきた感じがするね。ピノはね、なんかやっぱ似てるっちゃ似てるんですけど、ちょっとなんかピエトロとはまた違うんですよね。うまく言えないんですけど。やっぱりなんか、ナルシアの血もついてるんだなって感じがしませんか？立派なものを持って帰ったら夫は何て言うかしら。こんな立派なものなんだ。怒られちゃうわきっと。ここに来て密かに楽しみましょう。買えよ。すみません、今日はもう店じまいです。どうも体の調子がおかしくて。そりゃずっと咳かだったからね。そういえばポポドクロイスってさ、結構24時間営業なんですよね、そういえば。お店休めよっていう、なかなかブラックなところですもんね。そりゃ体の調子良くなくなりますよ。お大事になさってくださいね。甘えてくるんですよ。よかったね。そうだよな、そうだよな。寂しかったよな、あのにゃんこも。少しだぞ、頑張れ。家に住むのは人だけじゃない。人だけを対象にしているのがいけないのかもしれないな。すごい。そこまで気づいたんか。すごいぞこれ。
そうだよ、猫のための家だから。いや、こう見るといいですね、ここ。タートルベースに行って帰ってきてここを見るとまたなんかうーんって感じになりますね。素晴らしい部屋だ。これ下手したら1年ぐらい前だったりしますかね、もしかして町探索してたのって。そんな気もしなくもない。あのね、みんなと遊んでいるのは全部夢なんだって。でもいいの、夢でも私の思い出にはちゃんと残るから。ねえねえ、何かかっこいいわ、決め台詞知らない？何がいいかな。やっぱりあれがね、爆発は男のロマン、自爆は男のロマンがいいかな。危険な技すぎるけど。学校まで見て、上は後から行こうかな。来なかった。あれやこれやと難癖つける前にお互いが信頼し合う必要があると思いますよ。ん？おじいさん、そろそろこの本も読み終わるな。今度はどの本を読もうかの。どの本を読めるんですか？何の話だっけ？ちょっともう覚えてないな。難しすぎて。上上がろう。みんな元気かい？誰もいないか。あなた私の妹になりなさい。今ね、お芝居の練習してるの。姉様、お、なんなん。あ、いるいる、危ない先生だ。子供たちに牛を殺してはダメと泣いて説得されました。そりゃそうだよ、そりゃそうだって。多少ボリューム落ちますが、ニワトリでやることにしましょう。いや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 、やめて。カオ
子供のうちに取り締めさせないで、やめて。恐ろしいわ。ポポロクレイスの教育はちょっと怖いです。教科書だけが全てではありません。今回の授業は感謝する心です。いい先生いるのにここに本当に。ちょっと待って、ソラヤくんも小さな虫にもありがとうなの？え、なんで？わかんない王子様ありがとう。こんな感じかな。ありがとう私はいつもパパとママにきちんと感謝しているもん。なるほど、そうきましたか。感謝の心、これ奥が深そうですそうね。本かこれ。こっちは入れないね。入れるわ。入れないか。入れなかった。さて、奥側は後で行くとして、後ろをちょっと一緒に回そうか。多分ね、あっちのところにいると思うんですよね。後ろに行こう。久々のポポロクロイス像ですね。うわー、この曲マジで待ってたよこれを聴かずしてだいぶ聴かなかったからね。これがないとポポロは始まらないですよ。もっとたくさん勉強してレオナさんのように動物たちと心を通わさなきゃ。この子たちが元気になってよかった。また何か感じるし、次は私の番ね。ゆっくり休んで振り払おう。いやー、いいとこだなー、ほんとに。いや、いいわぁ。変に魂を込めすぎて、少しの間、体から魂が抜けていたようです。うまいこと言うなよ。やはり心、技、体のバランスが重要のようです。魂だけではダメみたいです。奥が深いですね、剣の道は。そうですね。いいわこの曲。といつか必ずこの庭を世界で一番綺麗な庭にしてみせますともありがとう、こんなおくっといつも掃除してくれて。もっとなんか表に出てきてもいいんだけど。どっから行こうかね。なんでも滝根村で、あ、そうそう、新しいパンね、開発するらしいですね。くるみパンでしょ。美味しそうだよね。今日の小麦粉もなかなかの出来栄えです。気のせいだったみたいな。深
少なくとも今はとてもいいメイドだよ。よかったよかった。こっち行こう。天気ですね。洗濯物が早く乾くので助かります。おばさん、あ、王子様、私としたことが、先ほど調子に乗りすぎて洗濯物を1枚破いてしまいました。ライバルとの競争意識より自己鍛錬の方が大切かもしれません。ね、どんな勢いで洗ったんですか。ねえ。レベルが高いですね、本当に。ポポロクロイスの選択は。じゃあ、お城の中見ていきましょうか。もう、お城の中とか忘れちゃったよ。いつぶりだよ、本当に。さすがにね、忘れますよ。こんだけやってても。地下が入れなかったっけ。いる。こいつ結構好きなやつなんだよな。スースー、寝てますってな。取れちゃうから。ですね、王子様、やっぱり自分がこんなに熱いのは誰かの陰謀だったんですね。それにしてもまだ解決していないんですか。僕はまだ熱いですよ。ふうふう、王子様頑張ります。頑張れよ。あともう一人いたっけ。ノープロブレーム。何、どこもかしこも異常ありません。こんな安全な中で言われてもな。いやー、いい曲だわ。あ、王子様、実は少し記憶があやふやなんです。居眠りをしてしまったみたいで最近のことをよく覚えていないのです。真面目だな、それを王子様に言うって。こんなんじゃ門番失格ですね。まあ場所変えた方がいいよ、とりあえず。とりあえず場所変えた方がいいね、君は。なんか抜けてるんだよな。ごっくん、会議に出ることをすっかり忘れていました。ダメじゃん、早く行きなよ。こうなったら怒られる前にやけ食いです。いやいやいや、早く行けよ。ごくごく、ふはー、ありゃ、にゃにかあったですか。いつでみを呼んでください。どんにゃ、緊急時にも駆けつけますよ。こいつこいつ、そう、酔っ払ってたんだ、そういえば。ろうそくが一本立てられて、ちょ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 、びっくりした。この人の話かと思って今。もごもご、ごく。あはは。つまみ食い止まってないな。
食欲が湧くのは平和の証ですよね。ね。ガツガツガツ。むく。ごくん。もく。ああ。パク。もう。もく。次の食事の時間が。ガツ。私は、はぐ。食べるのが、うん。遅いんです。はぐはぐ。早く食べないと。やばい。あ、我慢できないある。我慢して。なんで僕の愛に応えてくれないんだよ。こんなキッチンやだな。おい、お前たち落ち着け。本当だよな。あ、パンがある。パン美味しそう。美味しそう美味しそう。いや、ひどいな。地獄の調理場だわここ。でもああいう熱い思いが美味しい料理をきっと作ってくれるんだろうな。多分。どうやって回ろうか。本当に誰もいなかったっけ。懐かしい。お花も生きているんですよね。改めてそう思うとなんだか不思議な気がします。そうですね。こっちがなぜなにレッサーで、こっちがなになぜレッサー。こうなったら、一か八かの賭けに出るしかない。文官生命をかけた大一番。じゃあどっちを持っていこうかな。両方持ってきな。どっちかな、どっちかな。平和に戻りましたね。私も一緒に。うわーい、やった。うんとうんと。お星様が降ってくる魔法がいいな。怖いこと言うなし。みんなで協力して素晴らしい魔法を完成させようぞ。みんなでやることになったな。みんなで仲良く一緒に魔法の勉強をした方がいいですよね、王子様。そうですよ、キララちゃん。ですかね。今回何気にあの被害に遭った佐藤さん。あ、いるいるいる。あ、佐藤さん本物ですか。おー、ピノ王子、何やら大変なことがあったらしいね。え、私は本物かってやっぱり。そうなるよね。キヒヒヒヒヒ。バレちゃったらしょうがないのね。冗談だよ、ピノ王子。変身が得意なちょっと意地悪な妖精なら私も知っておる。
え、今までどこにいたかって。本当だよ、全然いなかったんだから。探し物を探していたのさ、私の秘密の場所でね。うまい、怪しいな。なんか本当に怪しい人になっちゃったぞ。あ、登っちゃった。あのね、サンボさん、でもあんなね、なんか騙されたから、もうなんか次あんまり信用できなくなっちゃいますよね。サボさんに罪はないけど、ちょうどあのタイミングよくさ、本当にサボさんいなかったからそうなっちゃうよなって感じしますよね。いないんだっけ。誰もいないか、珍しいな。もあるけど、めっちゃ広いんですけど。ここに、これはうちいないな。君だけ？覚悟を決めて、ガーンと。あ、王子様、いつからそこにいたのですか？なんだか後悔しないうちに、ガーンと行ってしまった方がいいように思えてきまして。一世一代のお勝負に出てみようかと。おー、応援してますよ。うん、でももし負けたら良かった。そうだよな、また新しい服着てきました今何も言わなくていいわよ。お父さん見て、お父さんと同じ服だよこれ。ピノン、この度は見事な活躍、ご苦労だったな。今はゆっくりと体を休めるがよい。お父さんも剣ありがとう、使わせてもらいました。エレナか、こちらには来ていないぞ。見てこのツーショットかわいい、マジで。王子は私に話しかけて来なかった王子はとても複雑そうな顔をしている。もう話しかけるの諦めたっていうね。行こう。なんかもうさ、あと見る場所が上の部分と宿屋から伸びてるあの道の先だけだから、本当になんか終わっちゃいますね。遠くても一歩を踏み出さなければ何も始まりませんし、意外と一歩を踏み出してしまえばなんとかなるものなのかもしれません。これもう一人いなかったっけ。
これは失礼しました、王子様。堂々としてな。何か面白いことでも起きませんかね。あー寂しい、終わるのが。相変わらずのポポロクロイスと滝根村とかも良かったし、旅先の場所もね。なんだか随分と長いこと会議をされていたような気がしますね。もちろんもう終わっていますよ。そういやモンバと出会ったのここですよね。あの出会いもすごかったな。最初のモンバ本当にひどかったけど、すごい成長したし、あ、大丈夫ですか、生きてますか。あー、みんなの様子が、あー、何やらおかしいのですが、あー、何かあったのですかな。よかった、生きてて。楽しかったな、タートルベース楽しかったよ、ガミさん、本当に。よし、じゃあ待っていこう、部屋の中。あの、シゲルとの出会いはやっぱり思い出に残りますよね。いい出会いでした、本当。あんなデフロボランドみたいな場所。最高でしたね。なんかクロコネシア島もその月の掟ならではの場所ですけど、あそこも結構まあ長い間いたっていうのもあるし、すごくいいところでしたね。お気に入りですね、あそこは。本当エレナ様も行ってしまわれるのですね。寂しいですけど、その方がエレナ様らしいですよね。そうね、エレナ様、すごい、エレナまた行っちゃうだろうね。クラスで残らないでしょう。中後号のみんなも後半はちょっとあんまりではなかったけど、前半でいろいろ絡めたりとかして、こっちからかかってんだ。じゃあ見終わっちゃったよ。行きますか。こっちだったわ。のみんな、なんかみんな本当大好きでしたね。下降りるのでどっか降りるんだっけ。あっちからしか降りれないんだっけ。月の掟のみんな嬉しいですけど、また会う日まで。まあゲームはすごいしんどかったんですけど、やっぱり時間もかかったし、レベル上げとかなんだかんだでやっぱり時間はかかったので、あの更新も結構ゆっくりやらせてもらったんですけど、なんか出てくる人々とか、やっぱり始まりの冒険に比べるとだいぶね、ボリュームもあるし、楽しかったですね。先日からみんなの体の感覚がどうもしっくり来ないようなのです。王子様は原因を知っていますか。だってたんでしたっけ、結構長い間やってる気がするんですけど、なんかゆっくり更新だったにもかかわらず、本当にあの見てくださいましてありがとうございました。もうみんなで楽しめて楽しかったです、本当に。はい、おかげさまで
もうすっかりこの通りめちゃめちゃ酔ってしまってます。酔ってないっつってんだろうが、いいからあっち行けよ。グスン、酔ってないのに。あー、母さん。平和で何よりだ。ここだけの話ですけど、聞きたいですか？何でも DVD とかいうもので王子様の活躍がご覧になれるとかなれないとかご存知でしたか？まともな話。急にだな。はい、ここで宣伝ですけども、月の掟の冒険、ピノンの、物語のアニメがありますので、よかったら DVD で出てますので、ご覧になってください。ボーダークライスはゲームだけじゃなくて、結構アニメも出来がすごい良くって、楽しめると思いますので、はい、持ってない方、見てない方いましたら、よかったら見てみてくださいね。なんなんだ、あのおばあさん。さて、上にいるかな。やっぱあそこにいるじゃん。ちょっとごめん、おじいさんだけ話しかけるわ。ロードが遅かったか。やっぱりいたよな、あそこに。私としたことが。これさ、ロードありで家の中突っ切っていくのとさ、ロードなしで外回っていくのとどっちが近かったろ。今近いと思ってこっち入ったけど、微妙かな、これ。もっと早く現れてくれよ。あれ、いない？ねえ。あ、痛い痛い、びっくりした。おじいさん、何か思い出さなきゃいけないことがあったような、なかったような。うん、思い出した。そういえば何か忘れているんだった。で、何を忘れてたんだっけ。あー、忘れてること、思い出さなきゃよかった。だそうです。これだけなんですけど。さて、じゃあさよならしましょう。寂しい。ありがとう、ホットドッグドイス見てくださった方もありがとうございました。楽しかったです、本当に。しんどい部分ありましたけど。その後で考えるわ。それってどこ？僕も一緒に行っていい？ダメよ。海にはね、海賊たちがうようよしているの。そいつらは
モンスターなんかよりずっと怖いんだから。でもあなたにはあなたの冒険があるわ、ピノ。パプ怒らないでよ、パプ。ポポロクロイスにはピノンにしかできないことがたくさんあるの。今はそのことだけを考えなさいね。はーい。じゃあ船に戻りましょうか。うん。そろそろ出航するわ。また会いましょう。もう行っちゃうのか？まだ早くないか？誰も見送りに来てないぞ。いいのよ、見送られるのが苦手なの。だからまだちょっと早いけど、もう行くわ。そっか、母ちゃんも会いたがってたぞ。そうね、レオナさんに会いたかったけど、ごめんね。私ってなんだか船に乗ってないと落ち着かないみたいなの。お城のみんながっかりするだろうな。それはピノン、あなたからみんなにお別れを伝えておいてくれないかしら。兄様にもナルシアさんにも。うん、分かったよ。それからもちろんルナにもね。あれからルナには何度も呼びに行ったんだけどな、全然姿を見てないんだ。そっか、ルナは、ルナは大丈夫よ。強い子だもの。きっとまた会いに来てくれるわよ。今は待っていましょう。うん、待てるわよね、ルナが戻ってきてくれるのを。僕いつまでも待つよ。それにしてもみんな、今回は本当によく頑張ったわ。マルコもモンバもピノンもみんな頼もしかったわよ。そんなことあるかもな。そうだマルコ、お前も一緒に来んねえか。え、俺も一緒に。アイナもお前とまた遊びたいってよ。それにベルネーもマルコがいると助かるって。本当か？あ、でもコキ使われるのはな。それにやっぱり母ちゃんには俺がついてないとな。そうね、マルコ。ピノンは？ううん。そっか。それじゃ、二人とも元気でね。もう行くすか？うん。じゃあな、お前ら。また遊びに来るからよ。オイラのこと忘れたりすんなよ。お前こそ俺たちのこと忘れんじゃねえぞ。モンバ、またね。また一緒に遊ぼうね。絶対にまた遊ぼうな。元気でいるんだぞ。母ちゃんと仲良くな。何をか忘れた。まあいいや。いいのかよ。さあ船長、行くわよ。
じゃあな、お前ら。またな。またね。みんな、お見送りできなかったね。ああ。エレナについていくのはなかなか面白そうなのだ。男のロマンを感じるのだ。こうして俺様の活躍でポポロクロイスは救われたのだ。だが、ガミガミ魔王の冒険はまだまだ続くのだ。おっとっとっと、それはまた別の機会に。うん？爆発は男のロマン。列車を一つ見送る。
行こうぜ。お母さんは私に何を言いかけたのかな。え？あの時、いつか私ならって。潮騒は大切な人を呼ぶ声なんだって。離れ離れになった家族や好きな人を呼ぶ妖精さんの悲しい声、耳を澄ましてみて。悲しい声なんかじゃないよね。だってこんなに心が安らぐもの。別のお話。